今回は足の踏み方についてご紹介していきます。ここでの目的はボールに対して下から入っていくイメージが大事になっていきます。注意ポイントとして、つま先から入ることでボールを上から見てしまう、この部分をしっかりと注意して取り組んでいきましょう。それでは練習方法をご紹介していきます。ベースボール1